駒ヶ大石、駒ヶ大石、駒ヶ大石は、長野県千野市米沢北大地にある、縄文時代を中心とする遺跡。国の史跡に指定されている。また2018年に、日本遺産ストーリー、星降る中部高地の縄文世界数千年を遡る、国曜石膏山と縄文人に出会う旅の、構成文化財の一つに認定された。標高910メートル。 縄文時代の拠点集落跡や、多量の黒曜石の矢尻などが発見されている。検出以降の年代は、旧石器時代、縄文時代早期前半から、後期前半、平安時代、中世に及ぶ。縄文時代の縦穴住居跡106件と、土壕が多数出土しているほか、旧石器時代の遺物や平安時代の住居跡、中世の遺構などが確認されている。 1998年1月16日に国史跡に指定され、2015年10月7日に一部が追加指定された。史跡指定範囲は3万1426.12平方メートルである。星古中部高地の縄文世界、史跡駒ヶ体赤地の市ホームページ、www.city.chino.lg.jp 2020年11月23日閲覧、駒が退積。ありがとうございます。